こんにちは、トルーパーズの山中です。今日はロスコのシーマグタクティカル、こちらの商品ですね。別名アラブスカーフとかシュマーグとか言いますけども、こちらを紹介いたします。湾岸戦争のアフガンやイラク戦などで特殊部隊やイギリスの SAS などが使用していたことで有名と、おなじみとのスカーフで、灼熱の砂漠地帯での直射日光や熱風のほか、砂塵を防ぐこと、砂嵐とかですかね、防ぐことに使用されています。特殊部隊が何だっていうよりも、もともとそういった現地の人たちが使っているのが発祥だと思いますけども。で、一応こちらサイズは正方形で、1メートル10センチ ×1 メートル10センチ、強かな。で、横はこのようにまっすぐで、100% コットン、メイドインインディアって書いてありますね。アフガンだったらすごいな。で、縦の方は、よいしょと、こんな感じで、よいしょ。このように、いっぱい短冊がついてます。でですね、じゃあこれを実際どうやって巻くんですかと、こんなでっかいのをと、こちらをですねちょっとやってみましょう。あくまでもこう、うちがちょっと調べてこうじゃねえかって思ったやつで、オフィシャルでも何でもないですからね。まず最初にこのように、三角形状にします。そして、こんぐらいの位置かな。中心ではなくて、やや、ちょっと端っこにずらす感じ。で、おでこから始めます。それで、どうすんの？それでまずは、おでこから始めて、最初にこう、このようにちょっと折り目を入れておくとおしゃれかなと。こうですね。そして、まずは後ろから回してきますわね。で、これを一回こう回して、で、そうするとここにちょっと入れられちゃうので、結ぶってほどではないんですけど、ちょっと挟んどく程度、で、このようにまずできまして、そしてこれをぐるっと、こっちはこっちでまだ三角の状態になっているので、これをこのようにして、で、さらにまたこっちに入れ込んどくと、または、挟んどくという感じでございましょうか。一応簡単な方法として、そうするとこうなりますわね。あんまりよくわかんないですか？そうそう、これね、難しいんですよ。そう、それで一応こうやって使うこともできるし、ね、好きにしてくださいと言っちゃいけないのかもしれないけど、こんな感じですよ、実際は。おそらく、ちょっとかっこ悪いですけどね、いかんせんちょっと不器用なもんで、そんなわけでこちらの、シーマグタクティカルはですね、この色が、確かタンという色 で、他にもこのようにレッドホワイト、あと人気なところだとこういったコヨーテ、OD、あとこちらポリエージなんかも人気ですね。で、他にもなんだっけな、ピンクだパープルだ、タンとかブルーレッド、いろいろあるので、よかったら下の方にリンクを貼っておきますから、いろいろご検討いただけると幸いでございますね。かっこいい、そういうわけでシーマグタクティカルを紹介させていただきました。どうもありがとうございます。